県省、コブノ県は、帝政ロシアの県である。また、北西地域内の一県でもある。行政中心地はコブノであった。その領域の大部分は現在では、リトアニアとなっており、ごく一部がラートビアとベラルーシに含まれる。コブノ県は1842年12月18日に、ニコライ一世の発布した政令により、ビリナ県北部の7軍が分離して成立した。 軍の海組織である里は、7軍合わせて144に区分されていた。また、ボロスチの海区分の総数としては、万五千1 5 9 3 2メステチコ251、セロ209、セリ九百998、デレブニア8075という、1860年代の資料が残っている。軍警察文句は、コブノ軍、ポネベェジュ軍、テリシュ軍、 シャブリ軍は4区、ビリコミル軍、ノブアレクサンドロフスク軍、ロッシエヌイ軍は5区に分かれていた。コブノ県の地図右端から時計回りに、緑、ノブアレクサンドロフスク軍、桃、ビリコミル軍、青、コブノ軍、大ダ々イダイ、ロッシエヌイ軍、茶、テリッシュ軍、ハイ、シャブリ軍、キ、ポネベジュ軍コブノ県には、以下の9軍が属していた。ABC、Z、 86、1890から1907、マートゼンス、B ・フォーベーション・オブ・ザ・テリトリー・オブ・インディペンデント、ラトビア・ゼー、16347、イゲタ・サダヨシ編、コンサイスロア・辞典三成堂、2009年、P ・87・ウィークリー、1897、ゼー、ウィークリー、ゼー、ありがとうございます。